はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。最近仁先生が出ないっていう噂が聞こえてきます。なので今日はね、久々に仁先生をお呼びしました。では仁先生どう。はい、皆さん、私仁あるよ。もう仁じゃないから。仁じゃないんです。フラワーアーティスト仁です。すみません。今日はこのわらたですね、わらたを使ったアレンジメントを皆さんに紹介します。こちらの器を使ってアレンジをしていきます。ではまず最初にこのわらたくんを見ていきます。もう結構こう短く刺しますね。まあ、次のわらたに関してはもうこう最初に入れたわらたがあるじゃないですか、そこにこううまくはまるように葉っぱも取っていきますね。はい、そして次にこの植物を入れて、これ名前忘れちゃったんで調べてみますけど、かなりレアなんで出てくるかわからないです。分かった人がいたらコメントでください。僕なんかデモンストレーションとか行って僕より花の名前知る人いっぱいいますからね、この会場にね。はい、このような感じですね。次にこのエレンジウムを入れていきます。はい、じゃ次にねこのカーネーションを入れていきます。これはねちょっとなんかここの花材とカーネーションって合わなそうなんですけど、まあ、こういう色のカーネーションならいけると思うよ。はい、はい、そしたらここでねこの銀葉と呼ばれる枝物を入れます。そして最後にこのタンチョウアリアムでアクセントラインを入れます。はい、こちらで完成です。では正面から見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。まあ皆さん見てて分かったと思いますけど、最後に入れたタンチョウアリアムのアクセントラインでもうガラッと変化しましたよね。これがまあエルフラワーのアクセントラインの威力ですね。ぜひ皆さんも覚えてください。